富豪啓事は、筒井康隆の連作推理小説。1975年から1977年にかけて小説新潮に発表された。4編から構成される連作短編小説。新潮社より1978年に単行本が刊行され、1984年に新潮文庫版が刊行された。挿絵はイラストレーターの真鍋宏が描いている。現役時代は強欲で鳴らした実業家で大富豪の父を持つ刑事、神戸大輔が引退して悔い改めた父から提供された巨万の資産を難事件の解決に惜しみなく消費することで事件解決へと導く刑事小説。1979年 FM 東京音の本棚でラジオドラマ化され、1985年には関口俊作画により漫画化もされた。1995年には筒井康隆の小説を漫画化する企画、筒井漫画特本で石井久一が大富豪刑事のタイトルにより、鉄壁のアリバイ、バラバラ殺人事件の2編の4コマ漫画を発表した。作者の筒井は、この種のフォーマット上に、個性的なドラマを構築するのは年に2作が限度だとして、本作を年に1作から2作のペースで執筆し、1976年に3作目に取り掛かった時点でドラマがパターン化してマンネリになることを理由にもうこれ以上は書けないとしていた。2年半で4作という執筆ペースはトリックの考案が苦手で考え出すのに時間が必要だったためとも言う。1985年の3月から4月にかけて東宝企画の常務が映画化を打診したという。制作にあたって映画はオリジナルストーリーにして、それを筒井が小説化して新潮社が発行する、全シーンを海外ロケ撮影するといったプランを提示されたため、筒井はせめて脚本に手を入れさせてほしいと要望を出したが、東宝企画が断ったことなど様々な条件で折り合わず、結局映画化の話を筒井は断ることにした。主演俳優には、西城秀樹もしくは萩原健一が予定されていたという。なお、彼らの直属の上司たる捜査一係係長は一度も登場しない。また舞台が捜査一係なのは太陽にほえろに着想を得たと思われる。2005年1月13日から3月17日までテレビ朝日系列にて放送され、2006年4月21日から6月23日まで第2弾、富豪刑事デラックスが放送された。主演は、深田恭子で、主人公が男性から女性に変更された。富豪刑事バロンス、アンリミテッドのタイトルで2020年4月に、第2話まで、フジテレビ、の伊丹な枠にて放送された。第3話以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に、最大限の配慮をするべく延期することが通知されて、いたが、2020年7月16日より、同枠にて改めて第1話より、放送開始9月まで放送された。原作者の筒井康隆の了承を得て、舞台を現代に変更し、バディ役の加藤春、AI 執事のヒスクなど原作にない設定を盛り込んでいる。大富豪が資金力を活かして、最新鋭のガジェットを作り活躍するという、設定作りのため、ガジェットニュースサイトのギズモードジャパンがガジェットコーディネートとして協力している。警視庁の現代犯罪対策本部準備室に大富豪の神戸大輔が赴任してくる。警部補の加藤春は教育係として大輔とバディを組まされることに。正義感の強い加藤と富をふんだんに使い破天荒に行動する大輔はことあるごとにぶつかりながらも様々な事件に挑んでいく。現代犯罪対策本部準備室警視庁、捜査一課神戸家の関係者作中では、毎回湯水のように金を使って事件を解決しており、本編終了時には各話ごとに計上された費用や、費目が表示される。2020年10月2日から10月11日まで、品川プリンスホテルクラブ X で、富豪刑事バロンス、アンリミテッドザステージとして上演。アニメの脚本を担当した岸本拓によるアニメ最終話後のオリジナルストーリーとなる。キャスト舞台のみ登場するオリジナルキャラクターは以下の通り。符号形字バロンス、アンリミテッドに関するカテゴリー。ありがとうございます。